どうも、ビーメイフワールド9のドライトです。今回はですね、フレンドと一緒にマギメモやっていきます。でですね、メンバー紹介をいたします。まずはこの方、自由奔放な行動から独自の答えを導き出すビーメイフワールド9の風雲児、シュウキ。へへへへ、私の名はシュウキだ。よろしくな。おう、かっこいいぜ。さあ、続いては、マイクラではちっちゃい子でも頭脳は大人、 BMF ワールド9の名探偵コナン、ユウナ、よろしくお願いします。お願いします。どうですか？どうですかね、難しいからな。面白い紹介だと思います。はい。じゃあ最後はこの人、難しいレッドストーンカードも何のその、 PMF ワールド9の博士、カエデマール。僕の肌の寒さに凍えるなよ。おおお、凍えたぜ。凍えたぜ。ちょっと寒くなってきました。やばいな、ちょっと。凍えちゃったぜ、みんな。2つの意味でね。はい、ということで始めましょう。今回ですね、まずフレンド登録の仕方からお伝えいたします。ではですね、まずはこちらのフレンドをタップいたしまして、実際先にフレンドになったのはゆうなさんとなりました。で、はい、はい、で、検索して、で続いてカー君をちょっとねフレンド登録いたします。カー君の ID は、はい、これで ID を打ちまして、これで OK をすると雪だるまさんにフレンドを送ります。で送りました。はい、はい、でこれであとはカー君から、許可を得たら大丈夫です。どうでしょうかな、来るかな。おっと、来たぞ来たぞ。あ、来た来た来た。多分反映するのはちょっと時間かかるかもしれません。はい、でその間に届いた申請がありまして、シュウキさんに今度送ってもらいました。届いた申請をこの確認を押して、承認しますかのところではいを押したら、これでシュウキさんとフレンドになります。はい、イエーイ。あ、これで一応全員なりました。シュウキさんに、ユウナさんに、雪だるまさん、カー君がなりました。はい、あ、ちょっと待ってください。僕ユウナさんとなってないわ。あららららあ、私はシュウキさんとカー君両方ともなってないです。あれだ。あれだ。パーティーに組んで最後ステージ終われば多分リアフェス申請来るできるんで、それでその時。お、そうですね。うん、そうしましょう。はい。はい。うん。じゃあやりましょうか、早速。早速行きましょう。これは楽しいですよ、はい、本当に。わあ、楽しみだ。みんな出るのちょっと楽しみや、ほんと。もう本当にもう。ガチャで出たキャラを、ね、使うんでね、弱いかもしれないんですけど。まあ、ありがとうございます。では、まず、最初は私がホストになりますので、旅立ちですね、の2を、1の2をやります。で、友達を募集するを押して、まあ、これ決定でいいのかな。で、部屋を作成します。で、これキーワードを言った方がいいですね。入った方がいいですね。566980。あ、来ました。おったー。よーし。来ましたー。じゃあ、これなんか、KY なんだけど。まあいいじゃんいいじゃん。じゃあ行きますよ、スタート。よし。よしよし。ストーリーが始まりますが。今回は大人がね、2人で。ちょっと、じゃあスキップしますね、もうストーリーは。早くやりたいんで。よし。さあ行こう。おお、楽しそうだ。どうなるでしょうか。僕の肌はもちろん真っ白です。白い、本当に真っ白やね。私ちょっと小麦色で。おお。これはまだ始まってないですね。時間かかるのかな。あ、来た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 。ちょっと。何します？これはホストが決めていいんかな。あー、やばいやばい。じゃあね、ここは。まあ、受験シーズンなんでスタディ行きましょう。みんな決められます、ね、これ一番多かったですかね。なるほど、デルタと呼ばれる高校の受験生の三角州である。デルタ、デルタなんだ、
ねぐた。どうだ。声優正解。右ナレーしたら間違えた。しまったさあ続きまして、ゲームだよ。これゲームだよ。ゲームだね。ゆなさんも欲しいっすよ。はい、第2問。これは究極武道で、ドラゴンボールか。そうなんだ、全然分かれへん。そう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 、ドラゴンボールだこれ。おお、早っ、倒すの。すげえ。お、宝箱。あった。宝箱ゲット。やったー。ああ、また決まった。また決まったよ。お、なんかいいね。どれにしようかな。なんでもいいね。分かれてる。分かれよ。真っ黒で見えない。真っ黒で、真っ黒で、真っ黒で。そう。ああ、出た。あ、よし、やっぱホストがあれかな。次のうち JR グループ。JR。あ、ゆうなさんが回答するんだこれ。ゆうなさん回答するの。頑張って。あるもの。あるもの。俺はあるもの。JR これか、西日本。JR。待って、わかんない。どれ。多分沖縄はないけどね。沖縄ない。東北あるんじゃない？お、北海道、すげえ。おお、いいね。やったー。イエーイ。あ、次は。次は。北海道。お。宝箱。いいね、いいね。宝箱。宝箱。宝箱を最後に来るんだ。やったぜー。うわー、ボスさんが来たよ。ボスさんが来たね。来たねー。よっしゃ。弱そう。でも、星が3つあったもん、ね、そうですね。スタディ、社会。三権物質の立法権を持つ。そう。これはなんだ。立法は、確か国会かな。ここはどこだ。国会ですね。あ、近くが見えない。そう。い、最後、いいおじさんかな。おお三権物質が知ってるんですよ。一応。すげえ。ありがとうございます。スマホ頑張れ。はい、続きまして何しようかな。これ。あー、日本史、ね、キリスト教。なるほど。これは分かり。すっと。おお、ちょっとこれ悩むな悩むね、これ見つかんなかったら時間制限があるから。うんうん、テストクリアー。クリアー。お、やったねー。スタミナ回復。やばい、ま、画面が真っ暗で何が起こってるか分からない。マジで大変じゃない。あ、はい、私の今さっきやね。あー、そんなんなるんだ。ちゃんとゆなさん、リアフレ申請してきます。はい、これで全員リアフレ申請。これは続けてまたやればいいのかな。続けて友達と遊ぶでいいんですね。そうやね、友達と遊ぶ。母ちゃんは募集する。あ、その前にちょっと、あの、今度ゲスト側の方でやりたいんで、一旦タウンに戻りましょうか。はい、ごめんなさいね。はい、タウンに戻ります。あと、ちょっと、なんか、音が出なくなっちゃったっていうね、バグが起こってる、今。はい、では気を取り直していきます。すいません。じゃあ、ホスト誰かやってもらえますか。あ、じゃあ、やりま、あ、どうします。じゃあ、シュウキさん、お願いします。ね、はい、周運地のシュウキさん。あ、これ、なるほど、これ、マルチだと、あの、はい、他のゲストの人はストーリー進められないんだと僕は感じています。あ、
旅立ちが2ターンか。いや、旅立ち2もしかして。また2っすね。ああ、なるほど。あ、そうなんだ。ホストが進むだけなんだ。ホストが進むだけかな。そうだね、俺旅立ち3いけるもんな。はい、ということで。で、やり方はまずこの友達とクエストをタップしまして、こちらでも決定しまして、ここで番号を打ちます。514985695。ごめん、あれ、あ、私も間違えた。514-695-695。はい、ああ、来ました。はいやね。あ、で、はい、押す。ゲストはスタミナを消費しません。あ、そうだ、では行くぞ。あ、はい、お願いします。ゲスト、そうなんだ、ホストだけなんだね、減るのが。だからホストのストーリーは進むって感じか。スキップ、ね、スキップこれで最初のこのみんなのストーリー進めるところでお金集まったり経験値とか集まったりしそうですね。そうだね、うん。みんなあの同じずつ同じように進めていきます。そうですね、そうしよっか。クイズだから何かあっても飽きない。そうですよね、そう、そういう面白みがありますね、これ。面白い。これ知ってる、これ知ってる、行こうよ。これ知ってるでしょ。なんだ、みんな知って待って、わかんない。山椒の酸味。これ待って、いや、山椒なんて、これバル、あぁ、あ、バルだ、丸だったの。でも、あ、そうか、あ、僕が落ちたから、だけ、そう、カークだけ。これ結構ダメージ入ってる。それは半々でいいから、半々で。いや、でもやっぱね、自分の考えの方がゲームらしい。そうだな、これ、ここ、これくそ、また真っ暗に画面が。何、あ、スポーツ、あと、次の野球のポジション。これは簡単だ、これはもう野球のポジション、いろいろ、あ、ピッ、そう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 。俺が最後か。キャッチャーありますね。テタリオ、うん、オーケー、大丈夫ですよ。イエーイ、クリア。カバちゃんと、カバちゃんとちっちゃい子は結局簡単、攻撃戦勝ったね、確かに。イエーイ、宝宝なったね。スタミナなしでこれ儲かるのいいな。おっと、どうしようかな。なんかファッション面白そう。ファッション、女性ファッションだよこれ。ファッション、ユナさんが長く知ってるはず。わからない。プラプラ、なにこれ。あ、これ僕からか。そうそう、まあ、最初はやっぱりプラつくような気がする。プラ、え、これプラでいいかな。プラわかんない。私もしかして一番難しいところ、プラ、なんやろう、むずくね、これ。プチプラなんて聞いたことないな。もうわからん、わからない、適当。真っ暗だ、出ていいや。あーす、すや、あ、あシュウキさん当たった。ブライバル当たった。社会、僕社会。社会と。物価が。インスピレーション。インスピレーション。インスピレーション？インフレーションじゃない？あれ、どうだったか。どっちだったっけ。インスピレーションはちょっと違うよ、多分。ほら、インフレーションだよ。インフレーションだった。インスピレーション違った。ほら。インスピレーションはなんか想像とかだ。あ、頑張れる。やばい。お、これは好きなのでいいですよ。俺じゃこれ。じゃ音楽かな、一緒やけど、音楽は一緒やけど。真っ黒、真っ黒。やばいやばいやばい。大丈夫。音楽ですね。これは。ね、当てるよ。これは楽勝だな。うん、オッケーオッケー。お宝箱、イエーイ。さあ、ボス戦ですね、ここで。結局最後ボスが来るっていう。
弱そうやけど。弱そうやね。九州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 行こう九州。わからない。大丈夫です。最高は九州だから。テレビ、ジャパネットやねこれ。あ、ジャパネットの方。これだ。あ、確か。うん。じゃあ、あ、ね、あ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ジャパコット。ジャパコットって何？ごめんなさい。丸×はいけるか。でも、丸×いこうか。うん、ジャパコットって。ミロ、ミロは作者だっけな。ミロのミーナス。ミロは、あー、よかったあ。ちょっと遅かったけど。おー、あ、つら。うわ、必殺来たー。回復おったかな。あ、これ、必殺は使えるよね。エアドロップ回復します。何しようかな。タレントいける。次のうち何とかですか。基本星が、星が多いやつ。関数字が志村けんは違うか。三谷幸喜いけるな。志村けんは違うんや。多分4つだった。わからない。石田純一はいけるんじゃない？一郎もいける。あー、終わり。終わりかよ。終わりかい。なかったんだ。あ、忘れてた。何しようかな。お、ティアドロップ。回復するよ。何しよう。ティアドロップ、みんなティアドロップ。関係あんのかな。いや、まあ一応これしよっか。グルメ4択。クリスの材料される郷土料理。ずんだ餅。これずんだです。イエイ、いけいけいけ。ずんずんずんだずんだ。よし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 。いや、よかったよかった。いや、すいません、ね、ジャパコットジャパコットや。面白かったよ。面白かった。面白かった。ならいいか。俺は微妙だな。次は誰が募集すればいいかな。僕かゆうなさん。そうですね。じゃあこれはどうするの。タウンに戻った方がいいかな。友達タウンに戻りますか。うん、タオに戻るよね。続けてても大丈夫だと。あ、タオ戻っちゃった。戻っちゃった。アリアフレ申請があったね、そういえば。これ確認。次は誰が。よいしょ。じゃあ次はカー君いきますか。はーい。はい。あ、レベル上げてなかった。まあいいか。まあ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 。ずっとレベル1のままだ。さあ。後からレベルを。いけば。そうですね。うん。スキップスキップ。これ3回目。3回目。あ、面白い。盛り上がれるねこれ。盛り上がれるわ。やばいなこれ。あ、来た来た来た。やぞ。何しようかな。ファッションちょっときついなもう。動物？第一問。七型。血液型。あ、そういうことか。そういうことか。確か。絶対もう間違いない。血液。おお。一発。やっぱり、ね。うん。やっぱレベルが上がってるからか、僕以外。お。宝。こっちも宝向こうが。いいね、いい宝だ。あ、ボス戦の前に。戦。何しようかな。横。大丈夫？横大丈夫？俺行くよ。ファッション行くよ。
イエーイファッションわかんねえバックじゃないのボストン型といった何にしようロイドネクタイネクタイネクタイいっちゃうかなわかんねえやごめんごめんなさい目があんねえ私が合ってたもしかしてうん合ってたメガネつけてないメガネかメガネやったかそして続いておっ大丈夫か、僕ら100人一首100人一首ってこと一首やね100人一首は前よく覚えたな言うこれかあ答えた、オッケー人の名前かと思ったそうなんだなんで100人って大人があると心強いはい、ね、そうやねねえ若いもんだ若い人名探偵コナンにいるからそうコナンがいますからテレビ切るな俺明石さんも MC ほんまでっかほんまでっか頭でっかっておかしいな半分悪くてね確かに何しようかな続いてじゃあ、目つぶっていきますね。はい。はい。バラバラですよ。どれでいくか。おっと、スポーツ。まだまだ、まだ。四大大会、テニス四大大会は。テニスわからないから、バスでいいや。バス。やった。ほら、来た。よし。いける。そうそう。やばい。必殺で来る。ああ、水属性。あーで弱いたいぞこれでティアドロップおよし何しようかなあ雑用具行ってみよう知ってるくせに知らないふりをしてですかまととかかまうんみたいなおーよかったよかった大人が知ってましたよかまぼことぶってったからかまぼこは絶対ないおレベルアップ、おいいねいいねおよっしゃ続けて友達と遊ぶあ俺は続けて友達と遊ぶでいいかで、ゆうなさんは募集するだね。よーし。では、行きましょう。じゃあ、スキップ。いや、携帯だと、ね、転がりながらできる。やったり。ねえ。俺、寝っ転べねえんだよな。動画撮るから。さあ、お宝かいきなり。宝箱。宝、おぉ戦闘なしもしかしてクイズやりたいんだけどああ、来た来た来た甘かったです残念でしたおっと来たパクチーがこれは丸だったみたいおぉ、すごい間違えた全体いけー倒せるね、余裕で。うおう余裕余裕あ、さあ、続いて、まだ敵が出て、あ、出てきた。出てきた。もっとどうしようかな、どれ行こうかな。ファッションはやめとこうも。ファッションはダメだ。お、サッカーワールドカップは、いや、毎年じゃないよね。よかったよかった4年に1回ですかねそうですね確か4年に1回予選とかは毎年やりそうやけど予選とかうん あとボスかなよし100ポイントやんさあどうどうしよう
いやもうファッションあかん、ファッションあかん。映画行こう。それだ。ロッキー。ロッキーボクシングでしょ。あ、間違えた。ああ。普通に選ぶとこうなる。ダメですね。一瞬で選ぶ。お、じゃあ野球行こうか。あ、スポーツでいっぱい出してた。エア系、錦織系か。で、ゆうなさんかな、最初。どれ、え、はい。し。オッケー。イェーイ。イェーイ。簡単やね、これは。むっちゃ探すの時間かかった。よし。かなこのまま。おっと使った。よし野球野球。お。ああ文学。これはね伊豆の踊り子。おおすごい。どうですか。大人ですからね。さすが。もうなんとかの踊り子といったら伊豆やからね。ちょっと覚えとこう。覚えとったらいいよ。勉強にもなるな。うん。おお、レベル5になった。早い。早いですね。お、90%。エクセレント。お、マジで、すげえ。続けて、あ、じゃあ次カバちゃんがホストで、あの次のステージかな。やります。まだ行きます？いいよ。